え、眼科医の平松です。今日はいただいた質問で、金儲け主義の医者で緑内障の治療をしている場合ってどういうことがあるんでしょうかってことについていただいた質問があります。えー、金儲け主義の名医者って具体的に緑内障の場合どんな検査をする医者でしょうか例えば、毎回緑内障に必要ないと思われる視力検査や屈折検査をする医者のことでしょうかってご質問いただきました。結論を言うと、まあ、それはそんな問題ないですね。なぜかというと、視力は、 基本検査なんですよ。だから、意外と大丈夫だと思ってたら視力が落ちちゃったりってこともあるので、内科に行って血圧測っても、ちょっとやれ、それやりすぎだよとあんま言わないじゃないですか。それにニュアンス近いんですよ。だから、視力検査をしてるから金儲け主義だっていうのは、あまり当てはまらないですね。まして、視力検査って、まあまあ手間がかかるんですよ。つまり、 すごくプラスかって言われると微妙なんですよね。まあその、なんていうか、職員の人件費とのバランスによってプラスなことがあるっていう、まあこんなニュアンスになってくるので、うん、あとはその職員がどのぐらいのスピードで視力できるかとかそ、それにもよってくるので、まあ、なかなかこう、まあプラスなことがあると思うけど、なんていうかな、そこまでプラスではないんですよ。むしろ、ちょっとなっていうのは、 保険外のいろんなことをお勧めしてくる人ですよね、えー、と例えばですねこういう特殊なレーザーがあって保険ではできないんだけどこれやっちゃうといいよとか、えー、と保険ではないんだけどこれは私が開発したこんな目薬があって、えー、とこれだったら素晴らしく治っちゃうよっていう人の中にはやっぱり金儲け主義の人もいっているかなって思いますもちろんね信念を持ってレーザーや、えー、目薬をっと目薬を うーおすすめしてる人もいるしそれが間違ってないことも一定可能性としてはあると思いますだからそういう人が全員悪いわけじゃないの全員悪いわけじゃないんだけども、まあ、確率的にはちょっと高くなるよねなんでかっていうと緑内障って保険診療の範囲内では正直言ってちょぼちょぼなんですよ うんと、ちょぼちょぼって言うとね、ある程度検査したとしてもたかが知れてるし、爆発的に儲かるみたいなそんな感じじゃないんですよね。だいたい儲かってるっていうような眼科って、手術をたくさんしてるとこなんですよ。なので、緑内障ってそんなに手術にならないじゃないですか。だから、えっと、10人見てて10人が手術になるってことはないんですよ。ね。だから、なんとか。 ちょぼちょぼ、うん、それは何、潰れるほどじゃないし、儲からないってことじゃないし、プラスはね、ある程度出てると思いますよ。で、正直僕、勤務員だからそこまでわかんないけど、まあ、 見てる印象で、緑内症を専門として開業してる先生で、すごく儲けてますみたいな人ってあんま見たことないんですよね。一方で、ガンガン手術する先生だと、まあ、それは頑張ってるし、まあ、すごいと思うんだけど、まあ、なんかこう、5点が立つみたいな人とか、クルーザーを持ってますみたいな人って、まあ、見たことあるんですよ。なので、まあ、そんな感じの印象と思っていただけるといいかなと思います。えー、こんな感じで、まあ、いろんな情報を日々アップしていきますので、ぜひぜひ、今後ともよろしくお願いします。